中国軍の3隻目の空母が着実に建造を進めるとともに、艦載機も新型が登場してきています。噂にあった J35 戦闘機の試作機がついに初飛行している姿が撮影されました。カタパルト付き空母にて運用するための早期警戒機も試作機が初飛行しています。アメリカそっくりな新世代の中国装備はまともに活動できるのでしょうか。本日の題は、中国 J35 戦闘機登場、新空母建造進む、 F35 そっくりだけどねについてお伝えします。中国空母建造は難航しているのか。2021年になり3隻目の空母建造が粛々と進んでいましたが、ここに来て建造ペースが落ちているようです。カタパルト設置がうまくいっていないのかもしれません。中国空母建造の現状。2021年になり中国空母遼寧3トンに続く3隻目の空母003型が造船所で組み立てされていることが写真で確認されてきました。着々とブロックが積み上がり、夏には空母の全容が見えてきています。艦橋部分も搭載され、かなり出来上がってきたと思われていました。2021年8月に撮影された写真ではかなりの部分が完成しており、浸水も近いものと思われていました。カタパルト設置も工事難航中。2021年7月下旬になると3隻目の空母の特徴となるカタパルト装置がはっきりとわかる写真が登場してきました。監視となる右側に向けて3本の線が伸びています。電磁カタパルトを使用した装置が設置されていると言われており、この時点では間もなく浸水式を迎えそうな感じもしていました。しかしながら2021年10月下旬に撮影された最新の写真が公開され、あまり工事が進んでない様子がわかります。ケーブル類は減少したものの、未だに艦中央部の開口部分が塞がっておりません。さらに塗装についても未だ行われる気配がないため、2021年度中の浸水が怪しい状況となっています。どうも工事が全体的に遅れ気味となっているようです。その理由は何でしょうか。電磁カタパルトの不具合が連発しているのでしょうか。工事の遅れの原因として考えられるのは、電磁カタパルト E-MARS の不具合が解消されていない可能性があります。アメリカの空母ジェラルド・フォード CVN-78 では電磁カタパルトの不具合により実用化が遅れました。原子力推進ではない中国の003型空母では余計に出力不足に陥っている可能性があります。理由としてカタパルト2本の後ろ部分にある開口部が未だに閉じられていないからです。ちょうどこの部分は電磁カタパルトの関連装置が収まるはずです。すでに機関は艦内に設置されていますが、機関出力、おそらく蒸気タービンが必要出力まで到達できず、電力を確保できていない可能性もあります。今後注目していくべきポイントでしょう。ついに J35 艦載戦闘機試作機が初飛行。そんな中で注目すべき情報として、近年噂になっていた新型艦載戦闘機の試作機が初飛行いたしました。 FC31 と呼ばれていた機体の艦載戦闘機型 J35 の登場です。 F35 のパクリと呼ばれた FC31、FC31 または J31 と呼ばれた機体は2012年に初飛行して、2014年の中国国際航空宇宙博覧会にて一般公開されました。公開されてすぐ機体の大きさや形状などから F35 戦闘機のパクリと呼ばれるようになりました。同じ構図で比較すると本当にそっくりです。そんな J31 は FC31 の名称で、第5世代戦闘機の性能を持つ安価な機体として海外セールスが行われていましたが、何しろ実績がない機体のため採用する国は現れませんでした。そんな中で J31 をベースとした艦載戦闘機の開発が2020年に伝えられ、想像図まで登場しました。2021年までに初飛行するなんて中国国内では報道されてました。名称も J35 となり、翼が大型折りたたみ機能を搭載すると想像されていました。そんな J35 戦闘機について
掘機が2021年10月29日に初飛行した模様です。ついに掘削機初飛行か。開発が進められると言われていた J35 艦載戦闘機について、ついに掘削機の初飛行を捉えた写真が公開されました。並走飛行する機体とともに緑色の機体が J35 戦闘機の掘削機と言われています。この機体が艦載型 J35 であることがわかる理由は比較写真にあります。主翼に折りたたみ機能がついていると思われるラインや、カタパルト発進を前提とした前部ギアの装着バーが確認できます。このカタパルトバーにより艦上からのカタパルト発進を考慮していることがわかります。早期警戒機の開発も進んでいます。003型空母については、通常型空母として固定翼早期警戒管制機 AEW の開発も進んでいます。 KJ600 と呼ばれる早期警戒管制機は2020年9月に初飛行して順調に開発が行われています。すでに試作2号機も確認され、実戦配備用の塗装が行われているほど航空機開発が進んでいるようです。空母の建造状況と合わせて注目すべきものでしょう。もはや瞑想中、中国空母の宣伝画像が意味不明状態です。ジンの視点です。中国空母については、航空機が初飛行しても搭載できる空母の工事が遅れていることは明白となっています。そのためなのか、中国国内からやたらといろんな想像図による宣伝戦が行われています。おめえは F-35B 戦闘機でも積みたいんか。世界各国でとんでも架空艦船の想像図を描いてセンセーショナルな効用を狙うことは多々あります。そんな中で中国から登場したとんでも架空艦船と航空機の中にはぶっ飛んだものもあります。イギリス空母クイーンエリザベスに刺激を受けたのか、垂直離着陸戦闘機とスキージャンプ甲板付きの軽空母を描いています。 J35 艦載戦闘機の登場がよほど嬉しかったのか、今度は F-35B 戦闘機そっくりの機体を登場させています。ここまで来ると J35 戦闘機ってやっぱ F-35 戦闘機のパクリで登場させたんかいと突っ込みたくなります。強襲揚陸艦075型と同行しているため、軽空母もしくは076型強襲揚陸艦を想像しているのかもしれません。どっちにしろかなり迷走していると言えます。戦狼外交のつもりが大チョンボかもしれません。最近では台湾侵攻への宣伝用画像などが大量に中国から出回ってきています。台湾なんか人ひねりだという意気込みを見せたいのでしょうが、かえってやぶへびともなってしまっている状況です。勇猛果敢な中国軍が台湾を陥落させてみせるという戦狼外交の画像です。しかしながらいきなり一コマ目で矛盾した状況を見せています。勇ましく J15 艦上戦闘機がフル装備でカタパルト発進という構図を描いていますが、 J15 戦闘機の主翼にこんなにミサイルを大量に搭載すると主翼が折れます。実際に運用されている J15 戦闘機では中距離ミサイルと短距離ミサイル一発ずつが限界と言われています。中国の宣伝画像の状態で実際に離陸したら、カタパルト発進した時にそのまま海に墜落するでしょう。どこかで超絶強化された戦闘機が製造されたという設定の二次元世界の台湾侵攻を描いたのかもしれませんね。下手なコラガで空母工事遅れを隠蔽しているのかもしれません。10月下旬になるとやたらと中国空母はもうすぐ完成するといった宣伝とともに建造中写真が大量に出回ってきています。2021年10月30日に撮影した空母だと主張する写真ですが、雑なコラガで甲板部分を画像加工しています。簡単に見破られた理由として、空母艦橋の影の方向とガンドリークレーンの影の方向が一致していません。このことから艦橋部分の影は後付けとなり画像加工していることがわかります。合わせて甲板の色変化が急激に起きていることも読み取れます。どうやら本当に空母工事遅れが進んでいるようです。中国は焦り出したか。中国は世界情勢が中国不利の状況となり焦り出しているようです。
2022年北京冬季オリンピックを成功させたいあまりに、かえってドツムにはまっているようです。そんな中国に対して日本はどうすべきでしょうか？あなたはどう考えますか？人としては日本は焦らずじっくりと圧力をかけていけばよいかと考えます。航空機の開発については試作機の初飛行を次々と行っておりますが、感染現状は追いついていない模様です。日本としては焦らずゆっくりと経済面からじわじわと圧力をかけていくべきでしょう。 IP デー21派遣部隊にて台湾海峡を通過して圧力をかけるというのも手段として使います。今後の状況をじっくりと注視していきましょう。今回は中国 J35 戦闘機登場と新空母の工事遅延の可能性をテーマに取り上げました。今回の動画はいかがでしたか？あなたのご意見やご感想などありましたらコメント欄にてお聞かせいただけると嬉しいです。こちらのチャンネルでは自治問題やミリタリー情報などを深掘りしてお届けしております。有益な情報を提供してまいりますので、よろしければチャンネル登録やグッドバット評価をよろしくお願いいたします。次の動画も見てくださいね。